迷った時は前に出ろ。前に出て失敗するやつもいる。それはそれで仕方がない。既存の体制が大きな権益を握っている中で、失敗を恐れず前に出なければ自分の目の前には何も現れてこないのだから。健丈徹。それをやると決断せよ。それからその方法を見つけるのだ。エイブラハム・リンカーン。この道を行けばどうなるものか。危ぶむなかれ。危ぶめば道はなし。踏み出せばその一歩が道となる。迷わず行けよ。行けばわかるさ。一休宗純。勝つと決めた者が勝つ。勝ってみせるという一念が強い者が勝つのである。エレン・ケイ。とにかく強い願いを持ち続けていれば、降って湧いたようにチャンスがやってくるものです。その時取り越し苦労などしないで、躊躇なく勇敢に実行を決心することです。西堀栄三郎。己の行く道は間違っていない。無論苦剣道であるから時々へこたれる時があるけれども、己は歩兵のように進む。斎藤茂吉。疑わしい時には危険な道を選べ。高い山に登る道は険しい。平坦な道は谷に下る道だ。相川健太郎。ちょっとでもチャンスをつかんだと思ったら、少々無理をしても思い切っていくことだ。そうしないとチャンスはものにできない。完璧なチャンスなんてないのだから。輪島浩一。今から20年後、あなたはやったことよりやらなかったことに失望する。ゆえに、もやいを解き放て。安全な港から船を出せ。貿易風を帆に捉えよ。探検せよ。夢を見よ。発見せよ。マーク・トウェイン。小さき者よ。人の世の旅に登れ。善とは遠い。そして暗い。しかし、恐れてはならぬ。恐れない者の前に道は開ける。行け、勇んで。小さき者よ。有島武郎。結果がわからなくてもまずやってみること。そうすれば結果は勝手に出るのだから。ヘンリー・フォード。人生の後悔でその行く先を決めるのは、なぎでもなければ嵐でもない、心の持ち方である。エラウル・コックス。疑わずに最初の一段を登りなさい。階段のすべてが見えなくてもいい。とにかく最初の一歩を踏み出すのです。マルティン・ルサー・キング・ジュニア。失敗を恐れるななんて本は山ほど出ているけど、実際に一歩を踏み出せるやつはそうはいない。でも成功するのはその一歩を踏み出したやつだ。
アントニオ猪木。どんな分野であれ、成功に必要なのは秀でた才能ではなく決意だ。あくまで精一杯努力しようとする意志の力だ。意志の力さえあれば、決めた通りの目標を果たし、自分がこうありたいと思った通りの人間になることができる。サミュエル・スマイルズ。不可能とは、自らの力で世界を切り開くことを放棄した臆病者の言葉だ。不可能とは、現状に甘んじるための言い訳に過ぎない。不可能とは、事実ですらなく、単なる先入観だ。不可能とは、誰かに決めつけられることではない。不可能とは、可能性だ。不可能とは、通過点だ。不可能なんて、ありえない。モハメド・アリ。出る杭は、打たれる覚悟を持って、己の信ずる一行一芸の道を前進せよ。大山増達。何か手のつけられないような困難に出会ったら、思い切ってその中へ飛び込み、不可能と思っていたことを可能にすることだ。自分の能力を完全に信頼していれば、必ずやれる。デール・カーネギー。最後まで見てくださりありがとうございました。感想をコメント欄でお願いします。あなたの言葉が私を勇気づけます。それでは次の動画まで、さようなら。